こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書時を編む人間の解説をやっていきたいと思います。友達と待ち合わせをしていて時間に余裕があるとき、時間がある、こういうふうに言うよね。反対に待ち合わせに遅れそうなとき、時間がない、こういうふうにも言う。でもそもそも時間というのはみんなの周りでゆっくり流れているものだよね。時間があったり時間がなくなったりするのはなんでなんだろうか。あるいはみんなは時間を忘れるときだってある。楽しいことをしているとき、何かに没頭しているとき、時間を忘れてそのものに集中するよね。そのときみんなの周りの時間はどういうふうになっているんだろうか。時間とは一体どういうものなんだろうか、一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。時間がないっていうのはいろんな出来事に次々と追われている時、時間がない、こういうふうに言うね。でも本当に時間がないかというとそうではない。反対に目まぐるしい勢いで時間が流れ去っていってる。みんなはそういう時に時間の存在を痛切に感じるはずだけど、表現して出てくる言葉は時間がない、こういった言葉になるっていうわけ。じゃあ時間があるっていうのはどういう時だろうか。それは何かをゆっくりじっくりとやる時間がある時、物事に対しての余裕とか猶予を感じることができる時に時間がある、こういうふうに言う。それはどういう状態なのかというと、何をどれぐらい時間をかけてやるのか自分でコントロールできるとき、自分の思い通りに何かをできるときに私たちは時間がある、こういうふうに言う。例えばテストをしていてものすごく時間が残っているときに時間はたっぷりある、こういうふうに言うし、逆にやばいっていうとき、あと5分でテストが終わってしまうのにまだまだ自分がやらなければならない問題が残っているとき、そんなときにもう時間がない、こういうふうに使うっていうわけ。つまりね、時間があるかないかというのは自分が自分の人生とか生活の中で何かを自由に自分の思い通りに展開させていくことができるような、自分のコントロールの下でいろんなことができるような、そんな広がりを感じることができるかどうか、その感じ方によって時間があるとか時間がない、こういうふうにみんな言うっていうこと。つまり自分のせい、人生の広がりを自分の意思によってコントロールできれば時間がある、こういうふうに言うし、何かに追われるようになってしまって自分の思い通りにできない時に時間がない、こういった言葉を使うっていうわけ。つまりここでは時間というのがある種の広がりを持ったものとして考えられている。私たちはその広がりの中で何かをできる余裕があるとか、何らかの活動が展開することができるスペース、空間、こういうふうに時間というものが意識されているとき、時間があるとか時間がない、こういうふうに使うっていうわけ。これはカレンダー的な時間と言ってもいい。現代において時間というものは手帳にメモしたりスマホに書き込んだりして管理されるもの、私たちのスケジュールによって支配されるものというふうに考えられているから、そこでは時間はますます空間化される、ある広がりを持って私たちがそれを自由自在に組み替えていけるようになっていってる。そう、こういった考え方の中では時間というものは、そしてこの世界というものは私たちが支配しコントロールするもの、何月何日何曜日は何時に起きて、その後こういうふうなスケジュールが詰まっていて、お昼は誰々さんと一緒に食べて、その後こんなことをして、どこどこの場所に行く、そして家に帰ってくるのは何時、こういうふうに時間に追われる現代社会においては私たちはしっかりと時間を管理していかなければならない。私たちは自己のコントロールが無再現に拡大していく世界に住んでいる、こういうふうに言うことができるっていうわけ。でもね、この空間化された時間、ある広がりを持った時間とは異なる時間がある。それが時を忘れるということ。みんなが何かに夢中になった時、それが例えば面白い小説だったとしよう。あまりにもその小説に集中して没頭してその世界に入り込んでしまったから時間が過ぎ去るのを忘れてしまった、こんな経験はないだろうか。で、その時の私たちはその世界に入り込んでしまっているから我を忘れている状態。これは小説に限らず私たちが好きなこと、それはスポーツかもしれないしゲームかもしれないけど、何かに熱中している時、没頭している時っていうのはそこの中で展開される世界に自己の支配を委ねていると言ってもいい。もうその時に私たちは自分自身をコントロールすることができなくなっている。そう、私たちは時間を忘れて何かに没頭している時に自分自身を忘れてしまっているということ。つまり時間と私というのは深いつながり、関係があるんだね。小説であれば小説、スポーツであればスポーツに、逆に私たちの方が操られているかのよう。
でもその時に初めて時間というものは生き生きと動いているんじゃないの？そう、時を忘れるとは言うけど、本当に時間のことを忘れてしまったり、時間が止まっているように感じているわけではない。むしろ私たちが何かに熱中している時、没頭している時は、そこの中で時間は生き生きと動いている。これは直線的なカレンダーの時間ではありえないこと。カレンダーの時間は空間化された時間。何月何日何曜日っていうのは同じ空間、スペース、広がりを持ってカレンダーの中に並んでいっているし、その一日の中でできることというのも決められている。どの日が過去で、どの日が現在になって、どの日が未来になろうが、すべて同じ平面の上に並んでいて、私たちはその中に同じようにスケジュールを埋めていくことができる。ただね、先ほど言った何かに私たちが夢中になっている時というのは、これとは明らかに違った時間というものが流れている。生き生きと動いている時間というものは、まさに今この一瞬、現在この瞬間であって、それは決して過去でもないし未来でもない。そう、この生きて動いている時間の中では、過去と現在と未来というものは全く異質のもの。平等に並べることなんてできないんだね。でもね、だからこそこの時の時間というのは見ることも掴むこともできないもの。なぜならばそれは今この一瞬しかないから。今この瞬間にあるもの、現在というものは、次の瞬間には次々と過去になるし、未来というものもまだ今現在にはないもの。その後次々に現在になっていくけど、現在になった瞬間にそれは未来ではなくなっている。こういうふうに私たちが生きて動いている時間、生き生きとしている時間と感じるこの時間は、何々でない、何々でないという否定が重要になってくる。この否定というものが時間の核心、中心であるがために、私たちはそういった時間を見ることも掴むこともできないわけ。だからこういった時間があるのかないのか、そういったことは答えにくい問題となってしまう。私たちが夢中になっているとき、そこには確かに時間がある、リアルな時間というものが存在しているんだけど、そういった時間の核心にあるものは否定だからね。それはほんの一瞬のことで掴みようがないもの。この今一瞬の時間というものは、次の瞬間過去になってしまうもの。そして過去になってしまったものは今現在のこの時間とは違うもの。過去は現在ではないし、未来だって現在ではない。こういうふうに動き続ける時間、動いてやまない時間というものは、至るところにないという否定に貫かれているから、私たちは時間というものが掴みどころがないもの、あるともないとも答えられないもの、こういうふうに言わざるを得ないっていうわけなんです。どうですか？今回の授業分かりましたか？私たちが当たり前のように使っている時間という言葉だけど、時間そのものの存在を突き詰めていくと、そこには私たちが理解できないものがたくさんありそうだね。もう一度今回の文章を読み直して、時間について考えていってください。それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を出していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。